はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。はい、今日はこれで行ってみたいと思います。アゴテンパンサーですね、星7。先日というかちょっと前にね、アゴテン取ったんですけど、最近この装備でハマってますね。頭外しのヤギ2点で、ポータブルが3400超えてます。非常に足が速いですね。これで、動き回って、いきたいと思います。でちなみに攻撃のアサルト効果は全くついてないですね、ヤギなんで。これでどれぐらい火力があるかっていうのをね、ちょっと見ていただきたいと思います。サブはちょっと今ロケランが修理中なんで、アゴル持っていきたいと思います。じゃあ揃うまでカット。はい、揃ってますね。お、もう始まりますね。なんだ、倉庫ということで、非常に、相性のいいマップだなと思います。はい、じゃあ行ってみたいと思います。レベルもね、敵さん、味方さんのレベルも見る時間もちょっとなかったんですけど、すぐ始まってしまったので、とりあえずアゴル飛ばしていきたいと思います。来た、1キル、2キル、力が来ますね。はい、力出てきて、もう一回こっちから力湧きますかね。湧かないな。じゃあ逆ですか、なんか後ろから湧きそうな気もするんですが、あんまりますね。来てますよね、こっち来てますよね、来てたよね、来てたような気がしたんですけど、あっとびっくり、目の前で起きましたね。はい、こんな感じですね。めっちゃ火力あります。おっと、これはやばいな、やばい。おー、ギリギリ勝ちましたね。後ろから湧くかな、上かな、あー、すくいましたね。当たらないな、ちょっと遠いですね。じゃあこっちからもう一回仕切り直したいと思います。このスピードですね。はい、いましたね。やばい、アゴルに持ち帰った。どっちだ、やばい、これなんだ、なんだ、強いぞ、火力が。 CQR かな、 CQR かな。 CQR はね、打たせて玉切れ待ちです。あー違う、あーゴヤですね、多分ゴヤですね、今の感じ。わっパンサーいましたね、ファル。ファルパンサーこっちかな。はい、あら、解けなかった。こんな感じですね、非常に溶け早いです。こっち来てるかな、来てない。あ、どっかこっちから撃たれてるぞ。なんか遠距離ですげえ届いてきます。アゴテン星さんでこんな届くんですか、すごいですね、びっくり、マジか。どっから撃たれてる、上いますよね、あれ敵さんですよね。やばいな、これ攻め込まれてますね。やばい、こっち来た、こっち来た、どちら、これはなんかアゴル飛んできてる気がしますけど、たくさんいましたよ、ね、こっちだ、ゆっくり。はい、アゴル飛んでませんか、すごい。はい、耐えましたね。はい、逆だ、こっちですね。もう上から撃たれてる、やばいやばいやばい。あー、すごいですね、ゴーヤこんな届くんですね。ピエロ星4の効果かな、射程アップついてますよね、多分。上に上の敵さんから行こうか。あ、いないですね、もういないな。あ、そういますね、手前もいる、手前もいる。ちょっと手前を行ってから、はい、これあの方強いですね、動きめっちゃ速い。あそこいるな、あ、これ届くかな、もうちょっとこっちか。はい、ちょっと階段上に1人。がブレブレだ。あそこ、これ後ろからだと当たらないんですよね、なんかビームのバグで。弾切れた、やばい、弾切れた、グレネード届けない、届かない。あー、当たりませんね。来た来た来た、やばい、これやばいやばいやばい。ゴーヤーゴーヤーのアトムもめっちゃ強いんですよね。あそこいるな、正面もいるな。あー、ファルが地味に強いですね、星6。ガシガシ削られる感じですね。こっち来たな、こっち来てますね。そう、なんか後ろからも撃たれてる気のせいじゃなかった音が聞こえないのでね、何分。ありがとうございます。これ音がね、聞こえれば随分楽なんですけど、今行くかな、3枚いけるか、3枚、あ、いけましたね。向こうから湧いてきますよね。まだアゴルがね、ちょっと飛距離がね、ちょっと前と違うんですよね。
アゴルの飛距離が、いつかもう終わりぐらいのアップデートで伸びたんですけど、今回リニューアルしてから飛ばなくなってるんですね、アゴルが。同じ感じで飛ばすと。なんで、はい、19の6ということで、まんまいけましたね。はい、じゃあもう一戦行ってみたいと思います。はい、まあ揃ってませんけど、ちょっとアゴルの話からね、したいと思います。あ、揃いましたね。アゴルがね、調整入って、爆風とかが狭くなった時に飛距離が伸びたんですよね。で、飛距離が伸びて、ちょっと使いにくくなったんですけど、今回のリニューアルで、飛距離 のステータス自体は、伸びたまんまなんですけど、実質の飛距離が、その調整入る前ぐらいにね、ちょっと縮んでる感じがするんですよね。調整前は星7マックスで2000だったんですけど、それが、今現状で星6で2000超えてるんですけど、全然飛距離がね、届かないんですよ。その感覚で打つと。なんで、もう少しレベル上げて、範囲広げたいと思います。はい、じゃあ行ってみたいと思います。アサルトなんですけど、この、なんだ、基地、非常にこのアゴテン、足が速いのでね、強いですね。足速くて、あ、上いっぱい今、暗く投げてるか。上から打たれてる気がするけど、当たりましたね。あ、これ、ロケラン欲しかったですね。ロケランならね、いけたんですけどね、これ。後ろから打たれてますね。うわっ、あれだ、なんだ、デルタの。これパンサーのデルタですね。あー、後ろいますよ、後ろいますよ。はい、こっちかな、こっちいないですよね多分。でもこっちから回った方がちょっと自分的には敵さんが見つけやすいので、こっちから行きたいと思います。あそこいるな。とりあえずこの後ろから当たらないやつなんとかしてほしいですね。本当にオートエイムも全然効かないんですよ、後ろからだと。から来てますよね。今後ろいたんで、あ、いましたね。もう一枚、あれ、いない、あ、いたいた、いたいた。あー、ちょっとこれリスがバラバラだな、やりづらいですね。リスが読みにくいのでちょっとやりづらいですね。右から来そうな気もしますけど、一応こっちリスを結果来ましたね。はい、こっちもう一人来てましたよね。あれ、来てない。あ、いたいた。はい、なかなかいい感じですね。アサルトの効果なくてもこの火力なんで、タクティカル切ると本当にあれですよ、昨日の ARS とほぼ変わらないぐらいの火力になりますね。あ、ロケラン欲しいですね、やっぱり。アゴリュー、ロケランだな、これ。はい。もう一人いるけど、そこは、味方さんに任せて、アゴリュー飛ばしてみましょう。アゴリュー飛ばしてみます。あ、あれ？どっから撃たれた？音がしないのでね、ちょっとわからないですね。じゃあもうちょっと前に出ていきます。こっちいないか、置いてた。はい、こういう打ち合いは負けませんと言おうと思ったら、まさかの RS で抜かれましたね。逆から多分打たれましたね、今の。こっちに RS がいるっぽいですね、今の感じからいくと。あ、痛い痛い。当たらない、オートエムが効かない、こういうこといますね。ここ。あ、なんだ、うわ、タンスナだ。ありがとうございます。思うようにキルが取れませんね。もう少しちょっとリズムを乗っていきたいんですけど、あれ、ラグ。どっちだ。これやばいな、これやばいな、タンスナですね。あれ、引っかかる、引っかかる。こっちからやばいやばい、危ない危ない、びっくり、危なかったですね。もうちょっと早く出てたら死ぬとこでした。あそこいますよ、多分。アオルが微妙に使いにくいんですよ、ね。キル取れない。今の先行かな。ちょっとわからなかったんですけど、あ、残り50秒。残り50秒。あそこいますね。2人いるな。上で1人。こっちもう1人いますよ。こっちもう1人が隠れたかな。あ、向こう行ったか。あれ？あ、向こう行ってますね。足が速いんで追いつきますね。これやっぱね、SMG みたいな範囲なんで、範囲じゃない、ポータブルなんで非常に強いですね。いや、後ろだ、デルタですね。はい、ありがとうございます。これも強いですね、持ってる方少ないですね、そういうのも。
あれ、いない。こっちから来てるかな。こっちから来てないかな。来てないかな、ここ。いないか。いないですね。こっち。いない。あ、いたいた。ラストキル。ラストキル取れましたね。はい、終了です。あんまり取れなかったですね、思ったようには。あ、まあ19は取れてるのか。はい。こんな感じですね。非常にこの、3400超えのアゴテン。めちゃくちゃ強いですね。なんだ、立ち回りでキル取れますね。で、遠距離も届くので、これはね、なかなかおすすめだと思います。これ、ヤギない方でも頭外してね、軽い防具2点だと相当楽しいと思います。アゴテンパンサー、おすすめです。ということで、今日の動画終わりたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。